お、固まった、戻った、入り直した。変な顔で止まってる。はい。M1 見てる。なんかあの、M1 って、その、待ち時間長くないですか <laughs> あの、僕そのテレビで M1 実は見たことがなくて、あの、なんか M1 が終わると YouTube 的なところになんか、あの、スムーズに上がって、で、ネタのところだけ見るようにしてるんですけど、なんか、 M1 ってネタ以外の時間妙に長くないですか僕はなんか審査員のコメントとかすげえどうでもいいんですよね。で、なんか、あの、こんな、なんか、そのなんか、演技が終わった後とかの、そのなんか芸人さんの話とかもそんなに興味ないので、なのでなんかネタのところだけ見ると M1 ってすごい早さで見終わるんで、あの、時間に厳しい方はそういった形でやるといいんじゃないかなと思います。はい、治った。はい、すいません。ありがとうございます。 えー、先日見た YouTube で成田祐介さんが好きな食べ物は鯉で、その理由は鮎のような上品さがなく泥臭く劣等性があるからだとおっしゃっていました。成田さんは親の借金で苦労された過去はあるようですが、現在のご本人は素晴らしい学歴を持ち活躍しております。私のような劣等感を持つ一般市民が鯉に感情移入するのはわかりますが、成田さんのような方が劣等性に惹かれるというのはどういった心理なのでしょうか心理学校を学ばれたヘルきさんの見解を聞かせてください。僕の予想ですけど、成田さん鯉そんな食ってねえと思うんですよ。 あの、東京出身で鯉食べようとすると、実は結構大変なんですよね。あの、そう、田舎とは違って、東京って魚屋に普通に鯉って売ってなかったりするんですよ。で、なんか、 そこら辺の川に泳いでる鯉を捕まえて家で裁くっていうのも結構難しいんですよ。あの、そんな簡単に鯉釣れるわけでもないので。なので、多分その設定としてその泥臭い味の鯉が好きですよというのを言ってるだけで、実態として鯉をそんなに食べてるわけじゃないって思うんですよね。で、もし東京でその鯉をよく食べてますっていう人がいたとしたら多分金持ちなんですよ、残念ながら。なので、なんかそこら辺はちょっと、設定を間違えたのかなっていう気がします。はい。 えー、高差の時に家庭の状況が不安定だったのを担任から受験のストレスと一周されたことをたまに思い出しゃうもやもやします。教員の質ってそんなもんでしょうかはい。あの別に年取っただけであの大学卒業できて、で、大学卒業できるとなんとなくその教員になっちゃったりするので、なので、あの、社会経験のない、あのそんなに優秀でもない人っていうのが、普通にあの大、その学校の先生という職業をやってたりするので、学校の先生にはあまり期待しない方がいいんじゃないかなと思います。はい。 安い量のある高校を探してるんですが、おすすめありますか 3, ?3 年間土日の面倒を見てくれる量がいいです。僕はあのアメリカの、えー、とセントラルユニバーシティ・オブ・アーカンソーっていう大学に通ってて、1年間そこの寮にいたんですけど、なであので大学の寮に関してはわかるんですけど、日本の寮には住んだことがないのでわかりません。 えー、こんばんは。彼女が他の男性とディナーやドライブに行ってることが分かりました。彼女、僕が気づいてることに気づいていません。相手の男は医者のハーフでイケメンです。正直、振られるのも時間の問題だと思ってます。相手の男と関わるのをやめさせるのは不可能でしょうか別に関わってもいいんじゃないのいや、その彼女として付き合っていて、で、そのイケメンの医者とも付き合いたいっていうのであれば、そのカーニュさんはイ,メンイケメンのハーフの医者と同じ、その地位にいるわけじゃないですか。 だったら別になんか、あ俺ってそれぐらい価値があるんだ、よかったっていうだけの話で別に気にしなきゃいいと思うんですけど、あの、人を独占したいと思う人っていうのはいるんですけど、多分、独占しようとするとその彼女がいなくなってしまうと思うので、なので別に独占しなくてもいいんじゃないかなというふうに考えると、割と気楽に、あのなんかそれなりにこうランクの高い人と付き合ったりするんじゃないでしょうか。<laughs> えっと。 資産1億円以上の人は資産の15%払わないと出国できなくなる出国税ができるとか、海外居住者も貯税の、え税の対象にしようとか、岸田になって鬼みたいな法律が出てきました。そんなこと可能なんでしょうかえっと、可能というか、あの、もうすでになってますけどね、似たような形で。あの、日本人で金融資産が1億円以上、その株とかで1億円以上持ってる人の場合って、その1億円を全部売っ払ったという体で、納税をしてからじゃないと出国できないんですよ。 えっとね、5年前ぐらいに始まった法律で、なので、例えばその、じゃあ、あの、株を持ってますと。で、あの、なんか結構、じゃあ、それなりにあの、なんか、あの、含み高が多くなってます、みたいな。その、なんか3000万円ぐらいで買ったのが今になったり、条件になってましたっていう人の場合って、ひとまずもうそれ全部7000万円が利益になりました。で、それに対して20%だよね、今。20%課税なので、えー、1400万円払ってくださいっていうのを払わないと、 あの、まあ、いけないというルールにすでになってるんですよ。5年前ぐらいから。で、僕、その1年前に出国したんで、あの、僕はその金融資産いくらあっても何の問題もなく出国できたんですけど、あの、それ以降の方々は一生懸命お金を払って出国してるので、 なので、もしそれが嫌なのであれば、あの、株をとりあえず日本で売っ払って別の形に変えるっていうのは、確かに株だけなんですよね。その、株で1億円以上とかなので、株以外の形で金融資産1億円という形にして出国すると、あの、申告義務がなくなるので、なのでそこら辺を、なんか、あの、他の別のなんか、あの、じゃあ、そのなんか先物の金とか、先物の金も金になっちゃうのかななんか不動産だったりとか、仮想通貨だったり変えるといいんじゃないでしょうか。 ただ、ああ各国、なんとそういうそのなんか外国に行った人からも金取るぜって仕組みがあって、アメリカってアメリカ人である場合、世界中どこにいてもアメリカに税金払わなきゃいけないルールっていうのがあったりするんですよね。あの日本の場合って、日本に住んでないんだったら日本に所得税払わなくていいよみたいな、まあ、ほとんどの国、もそうなんですけど、自分が住んでないんだったら別に所得税払わないでいいですよと。で、二国間課税条約。 例えば、そのフランスと日本の場合だと、フランスで所得税を払ってるんだったら、じゃあ日本で払わなくてもいいですよ、みたいな形で、その各国で条約を結んでるんですけど、アメリカだけ、その世界中どこにいてもアメリカに所得税を払えっていう、そういうルールでやってたりするので、なかなか変わった国ですよね。なので、なんかアメリカのなんか、あの、市民権を取りたいとあまり思わなくなった僕で、最え、田舎かっこ人口1万人くらいの市の商店が生き残るために新しく始めるべき商売を、 教えてください、えー、と残念ながら無理なんで逃げ切る準備をした方がいいいと思いますよあの何らかしらのアイデアで人口1万人ぐらいの町の商売がうまくいくのがもしあるんだとすると多分日本ってあの経済そんなに悪くなってないと思うんですよね。 で、要するにその、あの人口がどんどん減っていって、お金がなくなって、じゃあその田舎の方の、まあ、町とかだと、仕事がないよっていう形で、その都会、東京だったり、大阪だったり、まあ、仙台だったりに行くっていうのがあってで、東京、大阪、名古屋の大都市以外の人口って、大体毎年減ってるんですよね。なので、多分その人口1万人ぐらいの町っていうのも人口は減ってきますと。で、労働人口はどんどん減っていって、ただ高齢者の人は残り続けるので、高齢者比率が上がって人口が下がるっていうのは、 その、東京、大阪、名古屋とか、まあ、札幌とか、その、あの、地方、中核都市以外は、ほぼ人口減って、経済力も減ってくるんですよ。で、あの、商店としては、売上高はずっと減り続けます。なので、あの、新しく商売をやるのではなく、畳む準備をしてください。<laughs> もう、あの、まあ、たまたまなんかすげえ優秀で、なんかその、引っ越しする人が多い地域とかね、例えばその、市長が優秀で、新しい人が来るとか、なんかどっかの工場を誘致して、めちゃめちゃ人が来るっていうパターンはゼロではないですけど、 基本的にはその田舎の町っていうのはずっと人口減ってって商売きつくなるっていうのはもう確定してるので、そこでなんか金を払ってうまくいくようになるっていうのがもしできるんだったら日本はこんなことになってません。<laughs> なので、あの自分の実力っていうのをちゃんと把握して、その人間の人口を増やすことは、その一商店の店主がやることは不可能ですと。なのでもう売上高をく上げるのは無理であるっていうのを考えて、じゃあなるべくコストをかけない形で運営するとか、もうその店が潰れたとしても暮らせるようにしようとか、 っていう、あの、なんか、その、撤退性を始めた方がいいと思うんですよね。えー、今日からダイエットチャンネルコメント書き忘れると。えー、中2の娘は歴史が苦手で織田信長を知らなくても人生損はないと言います。私も歴史は得意ではなかったので、興味のないものに時間をかけれも無駄かと思います。ひるくさんならこの娘に何かアドバイスありますか <laughs> まあ別に人生損はないんじゃないですか。得もないと思いますけど。あの、多くの知識で、その、 この知識がないと損をするものってそんなにないんですよ。例えばじゃあその、四則演算の算数ができなかったとしても、別になんか算数できないけど普通に暮らせてますっていう芸能人の人とかもいっぱいいるじゃないですか。なので、他の能力があれば別に織田信長のことを知らなくても何にも困らないんですよ。で、他の能力が何にもない状態で、織田信長も分からないってなると、世間から、あ、こいつバカだなって思われるんですよ。 例えばじゃあ、その、じゃあ、イギリス人のバイオリニストが織田信長を知りませんでした。バイオリン上手いです。もう何の問題もないじゃないですか。もうずっとバイオリン弾いてくださいって話だと思うんですけど。なので、その、本当にも何にもない人の場合は、あバカだなって思われて、バカと関わっても損だっていう形で、周りから人が減ってって仕事がなくなっちゃったりするんですよね。 なので、ある程度その日本史の基礎ぐらいは知ってた方がいいよねとか、算数できてた方がいいよねとか、ある程度英語喋れるようになってた方がいいよねとか、その、何かの能力がないのであれば、少なくとも学校と勉強で教わることぐらいは知っといた方が、あの、金稼げて暮らせると思うんですよ。まあ、もしかしすげえイケメンとかすげえ美女とかであれば、もう何もしないで金持ちと結婚するっていう手もありますけど、なので、あの、知らないことで損をするという知識はそんなないんですけど、ただなんか、だからといって何も知らなくても大丈夫かというと、 そうでもなかったりしますよと。はい。ひな戦国武将は誰ですか小学生の時に長我壁元近が好きって言ってましたね。あの名前が長くて面白いっていう、そんな理由でした。えー、返信ありがとうございます。自信があってました。はなんか別にあのか、感謝の言葉を述べるのに抑制も貼らなくても大丈夫だと思います。 えっと、こんばんは。昨日はポンコツで無能な私の相談にお答えいただきありがとうございました。今は夜勤中です。夜勤を乗り切るためにポンタン夜勤頑張れって言ってほしいです。よろしくお願いします。夜勤頑張ってください。えっ、ー、と、コメント欄にいるボット並みの思考能力の人たちのことをどう思いますかまず、今書いてる人のほとんどがボットなので、ボット並みの思考力の人たちという誤解をしているあなたの方が多分思考力低いるかもしれないですよ。要は、今書いてるのはほぼボットなので、 あ、ボットだよねって認識すればいいのに、要は、ボットを人間だと誤解しちゃってるわけじゃないですか。なので、もうちょっと思考能力を高めた方がいいかもしれません。えー、病気確保、神経症で不定期で顔出しコスプレ、トークのみのライブ配信をしていて、イベントがあったので1週間真面目に頑張って1日9時間から配信したら1 5万稼げたのですが、まともな仕事ができない今、家でも配信して稼いでいけるようになりたいのですが、不定期でも配信していける精神作りや気の持ち方などアドバイスいただけませんか 別に今できてるんだったらそれでいいんじゃない <laughs> いや、なんかその、まあ、頑張ろうと思うっていうのが、その毎日頑張りだったら無理だと思うんですけど、その調子がいい時にできるっていうのであれば、調子がいい時だけやればいいと思うんですよね。で、調子がいい時だけやって、週に一回調子がいい時があれば、4、5万稼げるんだったら、それで家にいるだけで16万とか20万とか稼げるようになるので、何の問題もないんじゃないかなと思いますけど。 えー、婚約しました。相手が入籍後に他の人のことを好きになるかもと言い出しました。迷っています。このまま入籍するのは正解です。<laughs> なんか不正解だと思います <laughs>。あの、なんだろうな。相手の人が、 あなたと結婚したくないとどこかで思ってるのか、馬鹿であるかのどっちかなんですよね。<laughs> あの、どんな人間でも、その結婚しようとする相手より好きになる人がいるかもしれない。可能性はゼロではない。なので、あの、それ口に出す必要なくねって話なんですよ。例えばじゃあ、そのなんか、あの、すげえ美人だと思ってた人と結婚した後に、なんか荒垣結衣さんが結婚してくださいって来て、うわ、もっといい人が来たっていう可能性もゼロじゃないじゃないですか。 だから、その、好き、他の人が好きになる可能性は、あの、ゼロではないですよと。ただ、それは、口に出す必要ないと思うんですよ。で、それをあえてなぜ口に出したかっていうと、バカであるっていうパターンと、もうすでに離婚する気満々で、で、離婚するときに、あの、前もって言ってたんだから、しょうがないでしょっていうので、自分の罪悪感を薄めようとするための、その布石を現時点からやってるタイプなんですよ。 要はその好きになる人いるかもしれないって言った後に結婚した。で、その後好きになる人がいて、じゃあ別れたいって言った時に、文句を言うのはおかしくないだって前から言ってたじゃんっていう、その免罪符に血を使おうとしてるっていうパターンだと思うので、やっぱどちらにしろ頭が悪いか悪いやつのどっちかだと思うんですよ。 で、なんか、まあ、相手の方がすげえ金持ちとかであれば、まあ、結婚しといて、そのなんか離婚して財産もらうとか全然いいと思うんですけど、なんか財産とかないんだったら、あの、まあ、結果離婚をするんだったら、性格の悪くて頭の悪いやつと、なんか結婚するのはどうなのかなみたいなところで一回冷静に考えてみるといいんじゃないかなと思いますけども。まあ、でもね、あの、単にその正直なだけ、正直な頭の悪い人っていうパターンもありますよね。あの、そういう可能性あるけど、僕は頑張ります、みたいな。 えー、現在34歳高卒中小企業の取締役です。29歳で小さなパーソナルジムを4店舗経営し、何千万か稼ぎましたが、若気のイタりア人に裏切られ、今お金はほとんどありません。当面は5年以内に上場企業規模の将来性のある企業で役員になることが目標です。目標達成の場合にアドバイスをいただければと存じます。えっと、あの、もう一回パーソナルジムやってください。<laughs> あの、多分、パーソナルジムをやる才能と、そのコネクションはすでにあると思うので、 なんかあの、いろいろ揉めたりしてその仕事やりたくねえやっていうのになったかもしれないですけど、少なくとももう30過ぎて未経験の状態で一から何か事業を立ち上げてうまくいく確率ってあんまり高くないんですよ。で、その過去にそれなりに稼いだっていうノウハウだったりっていうのがあれば、じゃあ同じように始めてもそれなりにうまくいく可能性があるので、なのでパーソナルチームでやった方がまだ勝率高いんじゃないかなと思いますけど。お誕生日おめでとうって言ってください。お誕生日おめでとうございます。 えさんと香港さん対談し欲していです香港さんね、僕多分2回ぐらい絡んだことあるんですよね。なんか、武井壮さんとか、僕とか、香港さんがいて、あの、なんか、あの、なんだっけ、あの、嘘つくのやめてもらっていいですかって、テレビタックルで僕が言った、あの、名前をされた、常平さんが出てみたいな、なんか、円形のところで出る TBS かなんかの番組かなそれと、あともう1回ぐらい、どっかで絡んだことあると思うんですけど、はい。 あれかなテレビタックルかなえー、現在28歳で3年付き合っている彼女と結婚したいと思ってます。えー、ですが2年前に起業したばかりで経済的にとても不安なので、彼女ことが好きだけど、不幸にされてしまう可能性があるので、なかなか踏み切れません。次世の先輩としてアドバイスをいただけませんかえっと、経済的に不安なのは当然だと思います。以上。<laughs> あの、経済的に不安がない状態の人間が、じゃあ、日本に何人いると思いますか <laughs> あの、 なんだかんだ言って30歳で、じゃあ貯金が1000万円ありますっていう人でも、あの、多分不安を感じてるんですよ。まあ、例えば70までには2000万円必要だよねって話とか、で、じゃあ別にじゃあ今その1000万円貯められるの仕事したけど、この会社5年後あるのかなみたいなとかで、あの、残念ながらその、経済成長してない国にいる限り、その、自分の状況がうまくいかない可能性あるよねっていう不安は必ずあるんですよね。まともな人であれば。ではその、 えっと、昭和の時代みたいに、そのなんか誰でも彼でも働いてめっちゃ儲かるみたいなバブルの時代とか、どんなバカでも儲かりますっていう時代は、あ、全然大丈夫ってなるんですけど、基本今もう石取りゲームの状態なんですよね、日本って。他の国とは違って。 なので、その、椅子取りゲームで、どんどん売り上げも減ってますとか、じゃあその会社も潰れてますとか、なんかあの、じゃあ円安、そのなんか円とかも高くなっちゃって、仕入れとかでも結構コストが高くなって大変だよねっていう状態で、不安を感じませんっていう方がバカだと思うんですよ。<laughs> なので、不安があるっていうのと、ただ、でもそれで、なんか家庭を持って幸せになるって全然別の話なんですよね。別にじゃあ家庭を持って子供が生まれましたって言ったら、あの、生活保護っていう夢の仕組みが日本にあるので、なんと働かなくても毎月ずっとお金が永遠にもらえるんですよ。 で、病気になったとしても、医療費無限にもらえるんですよ。なので、なんかこう、生活保護になって、なんか眠れねえなってって、病院に行って、眠れないんだけどって言うと、睡眠薬をもらえたり、なんかちょっと胃腸の調子悪いんだけど、つって胃腸薬くれよって言うと、胃腸薬くれたりっていうのが、ただでもらい放題なんですよ。っていう、あの、夢の、あの、ライセンスがあるので、もし、あの、不安を感じるんだったら、生活保護っていう夢のライセンスをいただいてください。 大学の交換留学でオランダに行こうと思ってます。英語圏でヨーロッパ留学だとイギリスを進めることが多いのですが、EU の加盟国間で移動が自由で、いろんな文化を学べるので、私はオランダで行きたいと思ってます。オランダで留学することにメリットはあるのでしょうか、えっと、別に、あの、留学生で、イギリスの留学生でも別に EU いくらでも行こうと思ったらいけますよ。あの宣言協定内であれば、日本人って EU の国3ヶ月間滞在できるんですよね。 で、あの、イギリス留学中に、そう、じゃあヨーロッパ行こうって言っても、その3ヶ月以上、なんか旅行することは多分ないと思うので、お金の問題で。なので、あの、別に何の問題もなくイギリスだろうとオランダだろうが、あの、その、いろんなところに行くうと思うんですけど、あと、留学するとめちゃめちゃ忙しくて、あの、ちゃんと勉強してたらね、基本的には、あの、旅行することってほぼないと思った方がいいです。あの、僕はアメリカのアーカンソー州っていうところに一応1年間、あの、通ってたんですけど、 えー、学生の間に旅行に行ったのは一回だけかな。あの、ルージュバトンっていうルイジアナ、あそこ、あの、ルージアナ州ルージュバトンに行った後に、あの、ニューオーリンズに行ったぐらいで、 あのまあ結局そんなに時間も金銭的余裕もないのでなのであのまあ日本から見るとオランダに行ったら他かのとこいろいろ行くかもみたいになるんですけど留学してみるとあのまあ留学って旅行ではなくて勉強なんですよ。でオランダの大学に行くとオランダの大学生は語学のハンディがない状態じゃないですか。 ところが外国語で、そのオランダの大学生と同じだけのパフォーマンスを出せサムライと単位はやらんみたいになると思うので、なのでなかなか難しいので、あの、入れるところに普通に入ればいいんじゃないかなと思います。 え、図書一部 IT 系で企画職の高卒30歳、都内マンションの賃貸経営もしてます。え、最近領域の影響で簿記2に今日取ったのですが、次は簿記1行は、宅研プログラミングなど何を学ぶのがおすすめでしょうかまあ、でも普通に今の会社で企画職やってるのであれば、その会社の中で資格職手当があるものを取った方がいいんじゃないですかあと、そのなあの賃貸経営してるのであれば、むしろ宅研取れるのは取った方が面白いかもしれないですけどね。 え26歳会社員です。仕事は8割ルート営業のような内容で、移動中の社内でヒロさんの動画は毎日5時間ほど聞いています。落ち込んでるときは気持ちのリセットができとても感謝しています。そこで気持ちに余裕があるときは移動中副業に結びつくことをしたいと考えており、何か良い時間の使い方があればご教示いただきたいです。この頃ゲーム作戦に興味があり、とりあえずユニティでブロック2を作ってみようと思ってます。えっと、車の中であれば音は聞けると思うので、僕が喋ってるのを聞くぐらいだったら多分外国語を聞いた方がいいと思いますよ。 あの、一日五時間外国語聞いてると、大体一万時間とか聞くと、なんとなく理解できるようになるって言われてるんですよね。で、あの、千時間ぐらい超えると、大体いいその挨拶系は聞こえるようになったりするんですよ。 っていうので、とりあえず、あの、なんか、あの覚えてみたい言語、1000時間聞いてみるっていうのをやると、なんとなくこんな感じっていうのが分かってきたりするので、で、あの、ポッドキャストとかで、その、英語だったら、その、なんか、イングリッシュ、ポッドキャストとかで検索すると、あの死ぬほどそういう教材みたいなのをタダで手に入るので、なので、そこら辺の聞くといいんじゃないかなと思います。 あの、YouTube とかだと、その映像に頼っちゃうので、聞いてると、その、なんだかわからんっていうのがあるんですけど、ポッドキャストだと、あの、音声だけでちゃんと、あの、すべて把握できるように作ってくれてたりするので、なんで、語学をやるんだったら、YouTube よりポッドキャストの方がいいんじゃないかなと思ったりします。えー、唯一にして、二度も生命の危機に陥られたひげおやじさんとですら働ける兵役さんが、絶対一緒に働けない人っていますか、えー、できれば、うんこと竹のこの里ガイドお願いします。 ま、でも別にあの、働けないのであれば給料をめちゃくちゃ下げるっていうのでやめてもらうっていう方向にするので、あの、めちゃくちゃ無能な人であれば働いても会社の損失になるので雇わないっていう、そういうだけな気がしますけど。 え、小6の息子が夏休み頃から毎日のようにデスクトップのパソコンと 3D プリンターが欲しいと言います。ゲームと 3D 作図がしたいというのですが、本人が調べたら20万もするものだそうです。家には古いですが、ノートパソコンがあります。この年の子供にこのような高額のものを買って、換気与えても良いのでしょうか我が家は一般的な会社員で私はバトをしています。えっと、デスクトップパソコンは安いのであれば10万円ぐらいで買えるのでそっちでいいと思います。あの、古いノートパソコンだとやりたいことができない可能性がありますと。あと、3D プリンターであれば買わなくても、 多分あの 3D プリンター貸してくれるようなそのレンタルだったり多分東急ハンズとかでも 3D プリンター使えたりするんじゃないですかねそういう感じであの 3D プリンターのそのデータだったりとかパソコンで作るんですけど実際の出力に関してはそのレンタル 3D プリンター屋さんみたいなところで出力するっていうのもあるのでなので 3D プリンター自体は買わない方がいいと思いますあの結局その 3D プリンターって安いものは安かろう悪かろうで で、いいものだとめちゃくちゃ高いんですよね。で、あの、毎日のように何かその作るってあんまないので、あの、DMM とかやってますね。なので、あの、そういうレンタルのところのそのいい機材でちゃんとしたものを作った方がより良いものが作れたりするので、なので、3D プリンターは自分で買わない方がいいんじゃないかなと思います。あと、パソコンはあの、要は、長い時間触れば触るほどパソコンに数字くするので、なので、あの、早めにいいものを買い与えてあげた方がいいんじゃないかなと思います。 旦那様はひろゆき面もしかった。ぜひみんな読んでほしい。続戦よろしくお願いします。は。えー、ビジネスのために個人 SNS を伸ばしたいと思ってます。ただ写真を撮る文字を書くのが不得意で、できれば誰かとしゃべりたいんですが、おすすめのプラットフォームありますかそれか文字書くやった話になりますかねえっと、そもそも何のためのビジネスのをやりたいのかで、その、まあ、例えばさっき出たアパレルみたいな話だと、別になんか文章なんか書く必要なくて、 いいと思うんですよ、ね、なので、その、自分がどういうビジネスをしたいのかっていうところが書いてないとアドバイスのしようもないので、で、その2440円払っていただいてなんなんですけど、それすら伝えられないんだとすると、要は誰かと喋りたいとかでも何を喋りたいかが書いてないんですよね。 なので、多分その、あの、熱意はあるんですけど、何をするべきかっていうのを自分で他人に伝える能力は多分ない人だと思うので、他人と何かやろうと思うんじゃなくて、自分の熱意だけでいろんなものをやり出して、で、その結果、この人面白いっていう方に向いた方が、まだマシなんじゃないですかね。あの、まあ、えっ、ー、と、言葉を選ばないで言うと、多分、深谷さん、そんなに頭良くないんだと思うんですよ。なので、あの、行動力で人を巻き込むっていう方が、 あの、周りの仲間だったりお客さんはついてくるんじゃないかなと思います。23歳に41歳になります。ウォーカーさん、誕生日おめでとうと言ってください。ウォーカーさんでも名前キウイって書いてありますけどね。ウォーカーさん、誕生日おめでとうございます。 えっと、来年夫とともにクリニックを開院しようとしています。できれば小児科だけでやれたらよかったのですが、地域の各世代の人口推移から20年後を見据えたファミリークリニックで始めようと思っています。ひろくさんが海外のクリニックや病院に行ってみて、日本と違って良いと思ったシステムがあれば教えてください。またクリニック作りに関連してこういうのがあったらいいよね、のようなアドバイスをください。日本のクリニックってすごいよくできてるんですよね。あの、まあ、ドイツとかフランスのクリニック的なとこ行ったんですけど、基本的にそのマンションの一室でなんとなくやってますみたいな感じで、 で、こっちだとあの予約を取らないとほぼあの受けてもらえないので、なのでちょっとあの海外のそのあのクリニックを参考にするというのは僕は間違いだと思うんですよね。あの日本のその病院のレベルってめちゃくちゃ高いので、あの例えばじゃあその体調が悪いなと思った時に病院行きたいと思って病院に連絡すると予約が取れるのが2週間後だったりするんですよ。なので、でもフランスで風邪で病院に行く人ってほぼいないんですよね。 要は、風ぐらいだと予約を取ってる間にもう風邪治っちゃうっていう。で、あの、救急車とか乗れば、あの、一応、緊急搬送してくるんですけど、そうじゃないかより、基本待たされるんですよ。で、あの、例えば、歯医者とかで歯が痛いとかでも、あの、日本だと、その日のうちに対応してくれるとか、深夜もやってくれる歯医者とか、あと、その、地方自治体によって、あの、休日もやってくれる歯医者とかあるんですけど、あの、こっちは普通に一週間後予約が取れますみたいになったりするので、あの、めっちゃ我慢するみたいにあったりするんですよね。まあ、医療費が安いっていう理由もあるんですけど、 っていうのがあるので、あんまその海外を参考にしてもしょうがないと思います。日本人はその日本の医療サービスにあの慣れちゃってるので、なのであの海外のそのあのサービスの悪さっていうのをなんかあの参考にすると、多分あのお客さんが来ない病院になっちゃうんじゃないかなと思います。 ただまああの日本でそのうまくいってるところは外国人のお客さんが来やすい工夫をしている病院はうまくいってることが多いですね。まあ今コロナ禍なのでそんなにいないと思うんですけど、やっぱりあの外国人旅行客っていうので何らかしらのその病院に行く理由がある人っていうのがいて、であの保険が降りなかったりするので、結構あの自由診療的な値段請求してもあの何の問題もなかったりするんですよね。 要は、あの、普通、まあ、日本の場合って病院行ったら、その保険診療内で終わらせなきゃいけないんですけど、その保険診療っていう概念もなかったりするので、なんか、あの、取る必要のないレントゲンとか CT とか取りまくって、なんだかわからんけど、10万円ですっていうと、結構外国人って、あ、10万円安いじゃんって払ったりするんですよね。アメリカ人とかって、あの、医療費めちゃくちゃ高いって知ってるんで。で、中国から来てる富豪とかだと、別にあの、10万円なんて知ったこっちゃないよってぐらい払ってくれたりするので、なので、あの、外国人を来やすくして、外国人から高値で取るっていうのはありなんじゃないかなと思います。 え、父が15年ほど前から住民税や固定資産税を支払っておらず500万ほど対応していることが明かしました。そのため実家の建物部分が父の名義なんですが、死の定頭に入っており、土地の部分が母の名義なんですが、父と離婚考えたり、土地を売ったお金で引っ越しをしたいのですが、売却ができず困っております。こうまだと子に当たる私や妹にも支払い義務が来そうで不安なんですが、何か回避する方はありますでしょうか両親は年金受給者で貯金はありません。差し押さえしてもらえば 多分あの、両親、父親はそれなりにお金持ってて、どっかで隠してると思うので、なので、勤務先とかを役所にこっそり言ったりすると、多分勤務先経由だったり、その銀行口座とか教えたりすると、その銀行口座を役所が差し押さえてくれたりするんですよね。っていう感じで、あの、いろんなところを役所に差し押さえさせて、あの、すっきり払わせるっていうのをやればいいんじゃないかなと思いますけど。なだ、車持ってるんだったら、あの、実はこういう車持ってるんですよ、父親、みたいなこと言うと、あの、車を押さえてくれたりするので。 なので、あの、父親の持ってる財産をバンバン匿名で通、まあ、匿名じゃなくてもいいですけど、通報するっていうのをやればいいんじゃないかなと思います。はい。え、22歳女です。今は公務員1年目ですが、いずれは起業したいと思ってます。私は大学を卒業していないので、経営について大学で学べきか、起業に役立ちそうな資格を取るべきルフさなりの意見をお聞かせください。えっと、大学の経営学科に行って、経営優秀な成果を出した人って、僕あんま見たことないんですよね。 なので、経営学科って多分あんまり役に立たない気がするんですよね。まず、あの、経営に必要な能力は何かっていうので、その、基上の空論を教えたがるんですよ。で、大学の先生で、経営学科で何かを教えてる人って、大体授業をちゃんとやったことがないんですよ、なんですよね。いや、その、授業をそれなりにうまくいって成功してる人って、大学で経営なんか教えてないんですよ。 いや、その、授業でうまくいくと、まあ、あの、自分が働かないでも、あの、なんか、1000万、2000万、ポンポン入ってくるみじゃないので、その、大学の先生として、わざわざ、なんか、あの、1コマ、なんか、1万5000円みたいな授業をやる必要ないんですよ。なので、基本的に、その、大学で経営を教えるような人っていうのは、みんな無能であると思ってください。 あの、ごくたまに高齢者の人で、あの、すごい経営をしたんだけど、で、その社会貢献のつもりで経営を教えるみたいな人が、ごくたまに地方とかにはいる、地方の大学とかにはいるんですよ。でも基本的には経営学の先生っていうのは、あくまでその経営学と言われるテキストとかを、単に読み方を教える人で、本当に経営の能力がある人はほぼいないと思ってください。なので、あの、基本的には僕、大学の経営って役に立たないと思うんですよね。 ただ、あの、経営学に行って、その、簿記を学びましたとか、その、あの、その、なんか、株価とかの、じゃあ、その、日経新聞の株価の欄の読み方が分かりましたとか、その、バランスシートの読み方が分かりましたとか、そういう、その、あの、ま、スキルを習得するっていう意味では意味があると思うんですけど、でも、そこら辺も別に大学行かなくてもできると思うので、なので、大学の経営学科って、僕、誰が何のために行くのかよく分かんないんですよね。 えー、元19歳、高卒現場系の仕事をしていた者です。適応障害で休職3ヶ月して退職することになりにしました。えー、この辞め方まずかったでしょうかこの仕事が長年続けていれば、えっ、ー、と、自殺をするという思いが消えず、仕事中に生きてて辛いという思いが永遠とありことの決断をしてました。辞めた後のことを一切考えてなかったのですが、僕はやめません。この思考はダメなんでしょうか別にいいんじゃないえー、さらに父が仕事を辞めたらハロワイ一回に仕事を練習しながら給料をもらえるところに行くか、専門学校行けみたいなことを言っています。もう一つのスパチャに行きます。文字数足りなかった。 えっと、まず、あの、なんか自殺するぐらいだったら仕事辞めるのが全然いいんで仕事辞めちゃっていいと思います。で、まあ今も多分そのメンタル面やあの治ってないと思うので、ひとまずメンタル面治すっていうのを全力で振っちゃった方がいいと思います。で、あの、その感じだとお父さんが多分理解できてないと思うので、なので、あの、一人暮らしをして生活保護をもらうっていう方がまだ安定してるかもしれないですね。もしくは、あの、仲のいい友達の家に住まわせてもらうとか。 えー、広告会社から独立したフリーランスです都内在住40歳男性既婚子持ち独立前のクライアントから気に入られ独立後も元の広告会社と契約しています新たなクライアントも少しいますが指名状態で雇用して誰かに任せることができません、えー、年商1500万くらいより生活に困りませんが長時間の業務で大変ですおお えっと、また元の広告会社の依存度も高くて分です。コマフリースを続けるか、雇用して拡大するか、サラリーマンに戻るか、他の選択肢が今後についてあれば是いただきたいです。えっ、ー、と、多分その、あの、指名でしか増えてないとすると、で、売上も1500万しかない状態なので、実態として、その手元に残る利益っていうのを考えると、ま、1000万残ったとして、人雇って400万払っちゃうと多分半額になっちゃうと思うんですよね。 なのであの、まあ、時間がなくて時間があったら新しい営業先広げられるよねって営業力があるんならいいと思うんですけどそうじゃないんだったら人を雇わないは正解だと思いますあとそのまあ指名であの他の人頼めないよねっていうのであってもそのペーパーワークなり例えばあのこういう資料を作れって言われて分かりましたって言ってそれ全部録音して言われたとり資料作ってって丸投げするとかも可能なのでその丸投げ部分っていうのをちゃんと作ってこっそり丸投げしてるけどそこがばれないっていうのはやろうと思えばできるんですよね。 なので、そこら辺のその、あの、こっそり丸投げするっていう覚悟をするかどうかだと思うんですけど、ただ、もうちょっとなんか売り上げ上がってからの方が人を雇うのは安全なんじゃないかなと僕は思いますけど、ま、ただ、あの、ま、体調的にきついとか、あの、そろそろ無理だっていうのであれば、ま、人を雇ってもいいかもしれないですけど、はい。え、以前、ひるきさんはシャンヌーリスタイ作ソフトはいらないと言ってましたが、今回冒頭で入れてるかどうかと言ってましたが、どちらかでないでしょうかえっと、僕はあの、Windows Defender っていう Windows デフォルトのソフトを使ってるので、 あの、それで十分だと思ってるので、特にあの、市販のものを買う必要はないと思ってるんですけど、あの、えっ、ー、と、すごく気にする人であれば、市販のものを買った方がいいかもしれません。僕、ある程度自営はできるのと、おかしなことやらないので、Windows Defender でも何の問題もないと思ってるんですけど、あの、おかしなことをやる頭の悪い人向けに、ガッチガチなセキュリティソフトってあるんですよ。要はあの、その、ネット上にあるソフトを、 あの、いやいや、こんな悪意満々なやつ、普通クリックして保存して実行しないでしょ、みたいなやつも、OK、OKOK、OK、って実行しちゃうバカがいるんですけど、そういう人向けの、あの、その、セキュリティソフトってあるんですよ。<laughs> なので、あの、そういう人向けだと、多分 Windows Defender でも、あの、ブロックできないんですよ。だって、本人がもうその、インストールしたいって言ってる以上、Windows としても止めようがないじゃん。<laughs> っていうのがあってただ、ガッチガチ系セキュリティソフトだと、その本人が OK って言っててもインストールできないみたいなタイプのもあるので、なので、もしその本当にそのセキュリティリスクとかがわかんない頭の悪い人であれば、そのガッチガチのセキュリティのソフトの方がいいのかもしれないなとは思いますん。はい え、ウェブアナリスト職、高卒、資格、格好ウェブディレクター、ウェブ解析に水曜検定、業務付けル HTML、PHP、ウェブディレクター、マーケター、アナリスト、年中400万35歳女です。1年以内に現職に転職したのですが、3ヶ月前に上司が退職し、大学できる人がいなく、自分の業務が中ー,ーになり、現職で働くイメージが持てて、転職を考えています。こんなで一問出ずに転職する人間を採用した企業はありますか統計学と Python 学習中です。えー、っとですね。まず、あなたがやるべきことは、上司がいなくなったので、出世すべきです。 <laughs> 要は上司がいなくなったということはその上司の枠に入るっていうのを考えるべきでその あの、部下として働き続けるっていう感覚を20代でやってるのはんですけど、もう35超えたんだったら管理職になるっていうのをどこかで意識した方がいいと思います。で、業務スキルに書いてあるものがちゃんと使えるのであれば、それはその部下に教えてきちんと金稼ぎも教えられるということだと思うので、なので、上司がいなくなったから転職す,転職するのではなく、上司がいなくなったってことは、あ、そこの場所浮いてるんだから出世するチャンスじゃんって考えてください。なのでその上司の上の人に、 上司がいないと、さすがに業務が回んなくなって中腹になっちゃったので、じゃあそこの業務の責任者にしてください。そのなんか課長にしてくださいじゃなくて、業務の責任者っていう形にしてくださいって言って、自分で仕事を回すっていう訓練をしてみるといいんじゃないかなと思います。で、失敗したら転職してください。 自分の事業が成功した20代です。いわゆる何気になったのですが、ブランド物のような高いものにあまり興味がなく、5万円のアップルウォッチをする3ヶ月ぐらい買うか悩んでいます。金持ちになって贅沢したいというような大衆の思想だと思うんですが、むしろいかに安く生活するのか考えるのが結構大事です。先日は東京にいた時にネカフェハックして楽しかったです。自分は変人ですか投資以外で何か良いお金の使い道をょいてくださない。 えっと、知り合いがアップルウォッチが割と便利だって言ってて、ただ僕、アップルウォッチ未だに買ってないんですよね。で、仮に時計を買うんだとすると、アップルウォッチか、まあ、めちゃめちゃ高い時計のどっちかだと思ってるんですけど、っていうので、結局そのアップルウォッチもめちゃめちゃ高い時計も両方買わないという結論になったので、 多分あの、金持ちだけど、金使わない対決とかすると僕のが上だと思います。はい。いやまあ、アプローチ変えてけゃ買えばいいと思うんですけど、なんか別にアプローチなくても困らんよね。だって今まで困ってなかったしっていうのがあるので、なので別にあの、普通なんじゃないかなと思いますけど、なので僕その、あの、飛行機とか乗るときもラウンジに行ったら、あの、割と買い、あの、食べ物盗んだりとかしてるので、 で、あの、なんか、枕が足りないと枕盗んだりとかしてるので。なので、あの、別になんか、寝カフェ履く楽しいとか言われても、別に寝,寝カフェで止まんなくてもよくねって思ってたりするんで、はい。割と、あの、夜って歩きやすいので、あの、まあ、12時ぐらいに終電終わるんですけど、日本の場合って5時ぐらいからシャツ動くんですよ。そうすると、5時間どう時間を潰すかっていうので、で、あの、そしゃけとかやってると、結構3時間ぐらい潰れるじゃないですか。 で、あの、コンビニとかで雑誌読んでると、だいたい30分とか1時間とか潰れるんですよね。で、一つのコンビニで時間潰すと、なんかの、そのなんかバイトの店員さんに悪いなと思うんであれば、そう30分立ち読みして、で、次のコンビニで三十30分立ち読みしてとかやってると、結構時間って潰れるんですよね。あと、あの、まあ、その、血のりがないとわかんないかもしれないですけど、あの、洗濯屋さんってあるじゃないですか。あの、洗濯機があって、乾燥機があってみたいな、 あの、ランドリーみたいなのがあ、ああいうところって、あのね、ジャンプとか本とか置いてあることが多いんですよ。要はその、あの、暇つぶしに本読んだ人が置き置きっぱなしっていうのがあって、で、ランドリー、コインランドリーって大体24時間とか空いてるので、で、あの、ドア閉められたりするので、割と暖かい環境で、あの、漫画とか読み放題だったりするんですよ。で、誰も来ないんですよね、夜中って。なので、あの、近所のコインランドリーとか、あの、もし知ってるんだったら、行ってみるといいんじゃないかなと思います。 私28歳、女、過福祉年収400万、彼44、初婚19、罰1、子供3人、3人とも自立、過去、大型運転手、中距離年収500万。えー、じ、えっ、ー、と、義理の実家とも仲もとても良好で、8年付き合い、来年席を入れる予定です。私は一人っ子で子供がしい、父に孫を見せてあげたいという気持ちが強いんですが、彼は子育て経験あるためか、子育てよりも寄せを楽しみたいと発言に聞かれます。このに私が折れる力は何でしょうかそれか説得できるこありますか広木さんのご意見を伺いたいです。あと、コンドームに穴開けらればいんじゃないですか 別に説得する必要なくて、子供できちゃえば、できちゃったって言って埋めばいいだけなんで、はい。え竹、ー、井壮さんでも勝てないという最強の人間、室伏広治。ひろきさんなら誰と誰を掛け合わせで、過去結婚させて、次の室伏工事を作るか妄想してください。過去無理法試験の遺伝子は使わずお願いします。PS、竹井壮さんのひろきさんの立ち方は、動画配信中に背後から忍びを首を折っての戦法だそうです。今日の手なので手ごわいと思われてますね。 えっと、あの、室伏工事の DNA は人間よりマウンテンゴイラに近いって話を前にしたことがあると思うので、多分人間を組み合わせたとしても、室伏工事に対抗するのはかなり難しいと思うんですよね。なので、もし勝てるとしたら遠距離戦なんで、大谷翔平かダルビッシュ言うじゃないですかね。 なので、その、すげえ遠くから、あの、石投げて、で、走って逃げれるっていう。要は、その、室伏工事より足が遅いと、多分殺されるんですよ。その、要するに、あの、石一発ぐらいじゃ、室伏工事は死なないので、そうすると、その、あの、石投げた後に、室伏工事がバーって来て、あの、こう、首とかね、じ切られると終わるので、室伏工事より足が速く、で、それなりに、あの、きちんとコントロールがよく石が投げれるっていう状態になると、多分野球選手だと思うんですよね。 あの、やり投げの選手とかって、あの、足そんなに速くないんですよ。で、あの、大谷さんとか全然走れるし、あの、ダルビッシュさんとか走れるので、なので、野球選手系の DNA でなんとかする方向じゃないかなと思いまさ、はい。で、ボルトとか足は速いんですけど、多分ね、球ちゃんと投げれないんですよ。で、ある程度、ちゃんと弱点を狙わないと、あの、室市工事、石当たったぐらいじゃ死なないんですよ。なので、その目だったりとか、頭だったりとか、その、あの、膝だったりとか、その、本当にダメージが当たるところに的確に石を当てないと、 ダメージ蓄積しないですよね。で、蓄積したダメージの結果、そのちょっとずつ、室内工事が動けなくなって、で、近づかずに最後まで石投げて殺すっていうのができるぐらいの、その、すいません、あの、工事やってます、上の階が。すいません。<laughs> あのが、ガリガリ言ってんの、うちの、あの、上の部屋工事してます。あの、うちのアパート、どこかの家が必ず工事してるんですよね。<laughs> ほんとすいません。 あの、前にその、向かい、アパートの向かいの家が、あの、工事をして、で、工事をした後に、そのなんか不動産屋のサイトになんかあの、こんな感じの家だよっていうのが、あの、載ってて、えこんな感じなんだって言って、んで、それが売れて、売れた後に住む人が、もう一回またリフォームの工事してるんですよ。で、そのリフォームの工事したんだけど、住んでないんですよね。あの、工事終わったんだけど、あの、全然電気つかないんですよ。 で、多分ね、あれも売るんだと思うんですよ。で、売るときに、多分ね、また売る用の工事やるんですよ。あの、要はその、売る用の工事と、住む用の工事って違うんですよ。あの、売る用の工事って、部屋ができるだけ広く見えた方がいいので、あの、火災道具を減らして、で、あの、二つの部屋を、なんか壁ぶち抜いて一つの部屋にできるんだったら、一つの部屋にして、広く見せた方が売りやすいんですよ。 っていうので、あの、ぶち抜いて広めの部屋にして、売る用の工事をして、でも買った人って、いやいや、ここでも区切ったとか、あの、なんか寝室こう壁やった方がいいよねとかで、あの、壁を作ったりするんですよ。で、壁を作る工事をやって、でも結局住まなくて、多分そのうちまた売りに出ると思うんですけど、その時にまた壁ぶち抜く工事をやるんですよ。っていうのをなんかあのね、こう、アパート中でいつもいつも、いつもやってるんですよ。どっかの部屋がやってるんで、だいたいうるさいんです、うちはい。すいません。 えっと、経済のイノベーションにおける私の考えですが、例えば製造業のトヨタ等は将来的にはソフトウェア産業との区分のウェイトが高い方が利益率が高いのではないでしょうか。えー、家計の動向分析、過去、環境、公費性策をするとも、えー、どの道路がよく使われているかの焼却率をデータ化それを国交省の売却、現在壊れて直す政治ご処理ですが、事前に把握できていれば政府の買ッあとはデータ商品として特許化以上、私の考え方は成長の上昇に貢献可能でしょうか。えっ、ー、と、言ってることはものすごく正しいと思うんですけど、日本政府は成長、経済成長をさせたいと思っていないです。 要するにその、あの、今の話を突き詰めると、あの、コンパクトシティ化っていうやつで、その、地方っていうのは人が少ない村とか全部潰しちゃって、じゃあある程度の中核都市にみんな集まった方が効率いいよねっていうのは、その経済成長においては正しいんですよ。 でもじゃあなぜそれが続かないかっていうと、あの、一人一人有権者の票をどうやって集めるかっていうのを考えると、コンパクトシティに人を集めちゃうと、誰に投票してもいいじゃんってなるんですけど、その、過疎の村だけど、そこに道路を引きますとか、そこにインフラを通しますって言ってる政治家がいるんだったら、その人たちにその村の人って全員投票するんですよ。 要はその、この村潰そうぜって言ってる人と、あの、この村になんとか電柱建てますって言ってる人を、どっちに投票しますかって言ったら、村に投票する人の方が多いじゃないですか。うるさいな。すいません。はい。なので、その、田舎のインフラで使われないんだったら、使われないものほど維持した方がいいって考える政治家の方が当選しやすいんですよ。なので、コンパクトシティ化っていうのが進まないのはそういう理由なので、なので言ってることは正しいんですけど、日本では売れないんじゃないかなと思います。はい。 あの言ってることが正しいとうまくいくかどうかって別のことなんですよね、えー。私は日本における夫婦の性の決め方について関心があり、Twitter でアンケートを取っています。あるがたいことに想定よりも多くの方からかといただけたのですが、この先 Twitter との SNS を利用されていない方からもご回答いただいた場合におすすめのい方法はありますか、えー、家族やリアルの友人、知人に依頼するので、できれば避けないと考えています。もっとよい方法があればアドバイスよろしくお願いします、えっと。まず何のためにやってるのかによるんですけど。 あの、その、知り合いとか含めて、その、おすすめがどうこうみたいにやっちゃうと、そのデータに偏りが出ちゃうんですよね。あの、答えた人数が多いから、そのアンケートが正しいというわけではないんですよ。 例えば、あの、ま、その、ネットで、と、その、なんか、あの、アンケート取りましたってよくあるんですけど、じゃあネットで4000人の、と、アンケート取りましたっていうのって、ネットを使う人に、で、さらにじゃあ Twitter とか、あとネットで Twitter を使う人から4000人集めたので、Twitter をやらない人の意見って一切入らないんですよ。なので、あの、なんか自己満足で別にその、なんか、アンケートの人数増やしたいんだったら、まあ好きにすればいいと思うんですけど、あの、お金払うとかであれば全然増えるので、 ただそうじゃない形で、本当にその実質的なデータを取りたいのであれば、そこであの、なんかどうやって増やすかとかではなく、無作為な形で、そのあの、バイアスのないデータっていうのをどうやって集めるかっていうところで考えた方がいいんじゃないかなと思います。ひろゆきさんは今後どうなりたいんですかえっ、ー、と、特になんかこれやりたいとかあんまないんですよね。よく聞かれるんですけど、毎日すごく楽しいので、このままの日が、日々が続くといいんじゃないかなと思ってます。はい。 え、以前お見合いが少なくなったことが引きこもりの原因になったのではと、えー、子供を通り場や交通事故から守る権のスペシャルをした、えー、保育園にネットランチャーや催涙ガスを寄付しているものです。世界は5分前に作られたお話ですが、一つのことがあるに対する複数人の認識のずれで覆せないでしょうか。えー、例えば子供が記憶がない1、2歳の出来事を5歳になった時に親からこんなことがあったんだよと教えられて、さらにその時の動画のスマホで見せられて、その子供は初めてその出来事を知るみたいな。 えっと、なんだっけね、マンデラ仮説っていうあの仮説があって、あの、ネルソン・マンデラさんっていう、あの、ノーベル賞、ノーベル賞だよね、ノーベル平和賞をもらった南アフリカの政治家の人がいるんですけど、あの、ネルソン・マンデラって刑務所で死んだよねって言ってる人が、南アフリカでかなりの人数いるんですよ。で、あの、 南アフリカ以外でも、ああ、あの、ネルソン・マンデラね、なんかあの、こう、戦ったけど刑務所で死んだ人、みたいな、あの、ネルセン・マンデラ死んだ説を信じてる人が異常に多くて、で、それが、あの、マンデラ仮説とかマンデラエフェクトって言われるんですけど、で、実際マンデラさんは別に刑務所で死んでないんですよ。あの、その後、あの、刑務所から出てきて、あの、普通に政治家になったんですけど、っていう感じで、割とあの、みんなが思い込んでたことが事実ではないってよくあることなんですよ。なので、あの、こんなことがあったんだよっていうふうに語ってるというのが、事実であるかというと、そうではない なくて、あのみんながみんな、そう多数派が間違えて思い込んでることって結構あったりするので、でそれが事実であるっはみんながそう思ってるんだからそれが真実であるっていうことはそうでもなくて、みんなが思ってたとしてもそれが真実ではないということはよくありますよと、はいえー。魚の養殖をするならどんな魚が良いと思いますか？マグロなぜなら高いから。えー、あと一番好きな IPA ビールなんですか？一番好きとかないですよね。僕味はあんま覚えてないんで、だいたいどのビール飲んでも美味しいなと思って飲んでます。すいません答え出な,なくて。 えー、10ヶ月ほど飼ってた猫を12月4日に知り合いにあげることになってしまいました。なのであげるのをやめてほしいと言ったのですが、相手のことを信用していないや、病気した時のお金かかるや、ペット不可のアパートに住んでるからダメなのと言われて、えー、ガチゲレされました、えー。あげると言ったのは私本人なんですが、厳密に言うとおばあちゃんに反強制的に言わされました。どうしたらあげるのを阻止できますかあげなきゃいいんじゃないのえっと、あなたがあげなければいいだけです。はい あの、要は、その理由を言って、あの、やめてほしいとかじゃなくて、あげませんって言って、あの、申告すれば終わりですはい。いや、その、あの、理由があって、こうしたいとかじゃなくて、あの、理由とかないっす。あげません。以上です。っていうのでいいと思います。え、大手食品メーカーの研究職をしている30代女性です。食品の研究、あ、えー、っとね、あの、もしその、 あの、おばあちゃんに家賃を出してもらっててとか、お子さんで、その親の言うことが、あの、その親の言うことに従わないといけないとかであれば、あの、その子供がいないんだったら手首切るわって言って、その場で一回手首切ってください。あの、その、カミソリとかで手首切って、あの、ここにピャーって線はつくんですけど、あの、それぐらいじゃ人は知らな,ないんですよ。ただ、目の前で手首切られたら、あ、それだったら猫飼ってた方がいいわって普通の人思うので、なんならそれぐらい脅すといいんじゃないかなと思います。はい。 ま、それで、あの、別に、あの、切らなくても、あの、じゃあ、買っていいよってなるんだったら、あの、別に切らなくていいんですけど、もしそれでも、あの、かわす、なんか、あげるって言うんだったら、もう、手首バーンって目の前で切ると、あの、普通の人間であれば、あ、これあげちゃまずいなってなると思います。え、はい、音ショあの、肘切っちゃダメですよ。手首ですよ、手首。<laughs> あの、自殺でよく手首を切るシーンってあるんですけど、あの、手首切ったぐらいじゃ人死なないんですよ。はい。 えー、大手食品メーカーの研究職をしている30代女性です。えー、食品経験はマイナーチェンジばっかりで、競合を比較しても消費者には識別できないくらいの差しか作れず、新しいものを作っても結局高校費どれだけかけるかの勝負になってしまいます。食品のようなローテック産業の研究職の将来についてアドバイスをお願いします。えっと、多分その研究職の問題というよりは、あの、上の人のその商品を、これを商品化しようって判断する人の覚悟の問題だと思うんですよね。 要はその、どれぐらい目立つかっていうので、めちゃめちゃまずいとか、あの、どう見ても食い物に見えないとかっていうのが、あ、面白いじゃん、それ出してみようぜ、みたいな発想力があるところだとうまくいくと思うんですけど、なんでその研究職としてどうするかっていうより、多分その商品化の決定権を持ってる人が、どれぐらいおかしなことが許容できるかっていうことだと思います <laughs>。え、コメントで、えー、先に言ってよ、肘切っちゃったって、あの、切ったぐらいなら大丈夫です。はい。あの、動脈まで、あの、歯を入れるのは結構難しいんで。 社会人歴6年目、IT 系営業職です。上司からもっと周りを見ると注意されます。抱え込みがちな自覚もあります。ただ、同性はその逆で相談を受け付けてしまうと自分の仕事がすいません。えー、自身で未経験なことの相談を受けた際、経験いないので分からないと答えますが、それだけではチームワーク不足とかが自分だったらこうするかもと付け足します。するとその後も手間なりしません。えー、私も未経験なことも多い中、試行錯誤している中、ちょうど良いバランスが分かりません。と、分かんねえって言ってほっとけばいいんじゃないの <laughs> で、あの周りを頼れっていうので、要はその、周りから頼られたらちゃんと対応するけど、自分は周りに頼らないっていうので、結果としてその抱え込んでしまって、自分の作業が終わらないっていう話だと思うんですけど、なので、あの頼られても、いや、わかんねえって言って終わらせる。で、あの詳細を聞かない。なぜなら今、忙しいから。で、3日後に締め切りが終わるから、締め切りが終わってから相談してねっていうと、割と3日後、来なかったりするんですよ。 はその相談の体なんだけど実は不安を感じているので雑談をしたいだけの人って結構いるんですよ。その本当に解決したいわけじゃなくてなんかこういうことがあってこうあってなんか今こういう状況でこうなんだけどどうしたらいいんだろうっていう会話をしてその不安を解消したいだけの人っていうのがあるんですけどじゃあ3日後に行くから3日後持ってきてっていうと割と他の人に相談してすっきりしちゃって3日後来なかったりするんですよ。っていう感じで本当に重要な相談かどうかっていうのはその相手の時間っていうのを後にずらすことで。 あの変えられるんじゃないかなと思いますけど。あの僕、その座右の銘を聞かれると、あの明日できることは今日やるなっていうのを言うようにしてるんですけど、割とその先送りにできるものって、どんどん先送りにしちゃった方がいいんですよね？そうするとやらなくて済むことって結構多いんですよ。なので、あのなんか今すぐやった方がすっきりするかもとかでやる人いるんですけど、先送りしてみるとそもそもやらなくて良いっていうことが結構あるので。なので、あの人生いろんなものを大体先送りにしてます。はい。 えっと、20歳大学生です。来年秋からオランダ1年の学部留学が決まりました。留学のための準備で自分が持っている英語の資格の点数を上げるのはもちろんなんですが、企画後にすぐ就活が始まるため、留学前にひきさんがお勧めしている募金をしようと思っているんですが、留学のために英語に集中するべきでしょうかはい。えー、両方頑張るのがいいでしょうかちなみに現在1日授業以外で6時間ほど勉強しています。えっ、ー、と、英語だけやってください。あの、まあ、どれぐらいの英語レベルかわからないんですけど、留学した時にある程度のレベルまで行ってないと、 あのせっかくその学べることが学べなくなっちゃうんですよね。なので、あのもう英語は 100%OK、OK、ですってなるんだったら余裕を持って別のことやってもいいと思うんですけど、ひとまずあの英語はもうマジ全然問題ないっすってなれるまではやった方がいいんじゃないかなと思いますけど。であのテキストとかじゃなくてあの雑談の練習した方がいいですよ。あのいかに友達を作って仲良くするかっていう方が、実はその外国の文化だったり、その別の国での生活の仕方っていうのも分かったりするので。 なので、あの、手品の練習とかすると会話しやすかったりしますよ。えー、現在、東京で一人暮らしをしている大学3年生です。年に4回ほど帰省をするのですが、そのたびに祖父母が2、3万ほどお小遣いとして持たせてくれます。他にも様々な面でお金を渡してくれます。お金が余ってるのと祖母は言うのですが、なんだか申し訳なくなるときがあります。渡してくれる限りはありがたく受け取ってというでしょうか。正直助かっています。ガンガン受け取ってください。あのー、 世の中あんまり分かってない人多いんですけどあの心理学の実験でえっとああのアメリカでやったやつなんですけどあの5ドル、まあ、日本円で言うと500円ぐらいあの500円をもらった時に感じる幸せとあなたが指定する人要はあなたに 5, 5ドルあげますとでこれを誰かにあげてくださいって言われた時に その、誰かに5ドルあげるっていうので、どっちがその人を幸せに感じるかっていうと、5ドルもらった時より、5ドルあげた方が人って幸せを感じるんですよ。まあ、あの、すげえ貧乏な人は別にして、あの、500円ってそんな大した金額じゃないんですよ。別になんか500円ない、なんかあるかないかで、なんかその、生活パターンが変わるなんて人はほとんどいなくて、あ、500円ありがとうっていうけど、まあ、別にポケットに突っ込んで、だいたい30分すると忘れちゃうんですよ。もう500円もらったってこと。でも、その、 誰か困ってる人がいて、その人に500円をあげたってなると、割とその幸せって半日とか持つんですよ。例えばじゃあその子供がさなんかあの、すげえお菓子食べさそうにして、なんかあの売店の前でこう、なんか指わえてたから、あ、じゃあなんか好きなお菓子買いなよ、買ってあげるよって言って買ってあげると、割とその幸せって半年とか、あ、半年や、ね、半日とか一日とか覚えたりするんですよ。 なので、あの、たった500円っていうのは、自分がもらうより他人にあげた方が結構幸せを感じるっていうのがあったりするので、で、おばあちゃん、どうせ死ぬんすよ、いつか。で、あの、死んだ時にか相続税バーンって国に取られて、なんかあの、大きな金額としてきたとしても、じゃあ、相続した時が1000万なのか1500万なのかって受け取ったが一緒なんですよ。 だって元々いくら来るのか分かんないからね。で、来たとしてに、で、え、本当は1500万だったんじゃないのとかって思わなくて、1000万だったら1000万も来たってなるし、1500万だったら1500万だってなるんですけど、2万3万円って、毎回毎回お、2万円もらえたとか3万円もらえたって、毎回嬉しいわけじゃないですか。っていうのがあって、なので実は毎回に3万円渡すの方が、おばあちゃんも幸せを感じるし、もらってる側も幸せを感じるので、 で、しかも、あの、相続税も、あの、多少減るっていうのもあるので、なので、あの、効率的だと思います。あの、年間60万までは贈用税がかからないので、60万以下の金額は、あの、もらい続けた方が、あの、お互いにメリットがあります。あの、税法的にも、はい。 えー、日本在住の外国人29歳女、既婚大卒です、えー。航空関係の正社員をやっているがコロナの影響もあり、減給され現在280万ドです。もともと給料激安なので、先のキャリアアップも期待できないから転職しようとして、3ヶ月ほど転職活動しているが、書類ほぼ全滅です。えー、年本市なので転職、あ、増用税110万でしたっけすいません、110万です。 えっと、も年なので転職できたとしても妊娠はもっと先になります。まして、この転職活動が終わりが見えない状況だと、どこまで頑張れば諦めるかわかりません。ちなみに、旦那の死には平均い法です。アドバイスをお願いします。えっと、もう、ひたすら転職活動し続けるしかないんじゃないですか。ただ、まあ、29歳だったら、まあ、どうせ転職活動難しいんだったら、あの、ひとまず先に子供作っちゃってもいいと思いますけどね。あの、まあ、 多分転職活動って言っても航空関係で行こうとしてると思うのでそうすると今かなり難しいと思うんですよねなので多分3年ぐらいは厳しいと思うのでそれだったら20代のうちに子供を持ちゃった方がいいと思いますけどねあの体力は結構重要なのでなのでもう転職活動を何ヶ月かしてなかなか難しい3ヶ月やってなかなか難しいのであれば多分転職できたとしても給料そんなに変わらないと思うし実際あの1年間働いて280万であれば あの、なんか、理由をつけて、あの、休職して、で、あの、休職してお金をもらい続けて、その間に子供を作るっていう方がいいんじゃないかなと思いますけども。 えっ、ーえー、と、マッチングアプリで出会った人と会いましたが、実際は後頭部が剥げているのと予想以上に太ってて愕然としました。ただ私が体調が悪い時とかとても優しく接してくれます。外見で気見つけた私もそんな美人じゃないのに反省しましたが、どうしても好きという感情がわかないのです。なんか視線感じるなぁと思ったら見つめられたりして怖いと感じてしまいました。マッチングアプリでは出会いは期待しない方がいいでしょうか。36歳に今日なったのですが、少し焦ってきました。 えっと、あの、残念ながら、あなたのレベルはそんな程度なので、あの、さっさと結婚しちゃってください。はい。あの、その、えっと、自分はもっといい人と結婚できるはずだって思い込んでるんだと思うんですけど、残念ながら、そのマッチングアプリで出会えるレベルはその程度の人で、マッチングアプリを使わないで、じゃあ、どういった方と現実出会ってますかっていうと、出会えなくて、現在36歳になってるわけじゃないですか。 で、残念ながら今から子供作っても高齢出産だと思うので、あのマッチングアプリをひたすらやり続けて、もうハゲてない人とかイケメンとか探し続けて2年3年経っていくと、どんどんメリットのある人とかは抜けていくんですよ。要はその、ハゲてるけど金持ってるっていうのであれば今出会えるかもしれないですけど、あと3年経つと、ハゲてるけど金も持ってないっていうのしか出会えなくなるんですよ。なので、あの、要は、 現時点で今の36歳のあなたは今一番若いんですよ。明日は36歳1日。で、明後日は36歳2日じゃないですか。で、半年経つと36歳6ヶ月になるんですよ。 なので、一番若い、今の状態で結婚相手を見つけるというのが、あの、要は、あの、その、えっと、結婚系のそう、市場の中では、若いというのは価値であると思われている以上、今が一番価値が高い状態なので、今の時点でさっさと結婚相手を決める方がいいです。で、ハゲがどうしても嫌だというのであれば、3ヶ月以内に決めてください。で、あの、今ハゲは嫌だと。で、その3ヶ月の間に、そのハゲよりもちょっとでもいい奴がいたら、もう結婚してください。 で、あの、3ヶ月間経って、あの、そのハゲよりいい奴いなかったら、ハゲに連絡して、やっぱりあなたのことが忘れられませんって言って結婚してください。なのであの、ハゲが嫌であれば、ちょっとあの、ひたすら出会いを頑張ってみてるといいんじゃないでしょうか。 えー、障害者雇用枠で働いてる20代女です。精神障害持ってるんですが、先日、無能上司が私の障害特性について詳しく書かれている資料デスクの上を置いたままにしてしまい、私が精神障害持っていることが他の方にばれてしまい、現在、体調を崩しています。この場合、やめるのは悔しいです。何か私にできることがあれば教えてほしいです。やめなければいいんじゃないの別に体調を崩してるんだったら、体調崩してますって言って、診断してもらって休職して、で体調が治れば、普通に戻って働けばいいんじゃないですかあの。やめなければならないという思い込み自体が間違ってると思います。 えー、アマゾンプライムのドキュメンタル展という松本ひとしさんが主催を務める企画で芸人さんが笑いを取るためにうんこを食ったりおしっこを飲んだりっていうのをやってました。一応モザイク入ってましたが申し訳ないので不快に感じる視聴者が多いと思います。ひどきさんのアドバイスを通告するとこんな感じになるんだと気も冷やしました。えー、ひどきさんにもぜひご覧いただきたいです。もし視聴済みなら感想お願いします。えっと、ドキュメンタル僕ね、3ぐらいまで見たんですよ。で、もう、あ、これ分かったわって言って見てないんですけど、まあどういうのっていうかっていうと、芸人さんが集まって笑ったら退場になると。 で、相手を笑わして、自分は笑わないで、全員を笑わせた人が勝者になって、1000万円とかもらえるのかなで、参加費が1人100万円みたいな、そんな感じで。で、あの、結局その、笑いを作るためには、まあ、前振りだったり、ネタっていうのをやらなきゃいけないんですけど、基本みんなそんなに、あの、笑おうとしないから、面白い空気を作ろうとしないんですよ。で、警戒してるから、雑談も発生しないんですよね。 で、まあコントとか漫才とかって、あの、始めるときに、最初になんか、 あの、そう、雑談から入るんですよ。なんかいきなりコントをネタあるわけじゃなくて、いやーなんか最近寒くなって、ね、やっぱ幸せですね、みたいな。12月忙しくなりましたよね、今度クリスマスで。なんかクリスマスツリーとか買いましたみたいな。雑談をして、ある程度その会話に引き込まれた上で、そうそう、そういえばクリスマスツリーといえば昔こんなことがありまして、みたいなので、持ち込んできたネタを喋るっていうので、笑いにするっていうのが、その人が笑うための、その、あの、展開の仕方なんですけど、それができないんですよ。 そのみんな笑おうとしない。そう、つかみの話ね。みんな笑おうとしないから、つかみの雑談がまずできないので、なので、やろうとすると、一発ギャグと、下ネタしかないんですよ。で、あの、第1回で勝った人が、結局下ネタだったんですよ。やっぱ、チンコ出したら面白いよね <laughs> っていうので、まあ,あの、出すわけですよ。で、笑いを取ると。で、2回目も、結局、下ネタの方が強い。まあ、最終的にやるネタがなくなっちゃうんで、下ネタっていうので、 で、もう、あ、これって、ね、3回まで見て、結局最後は下ネタしかないんだなってなって、で、あの、ドキュメンタリーのオーストラリア版っていうのがあるんですよ。あの、ドキュメンタリーのフォーマット、ドキュメンタリーのフォーマットで、オーストラリアの芸人の人たちっていうのが、あの、やったってやつがあって、これ僕も最後まで見たんですけど、で、女の人が出るんですけど、その女の人が、あの、女性器の名前を連呼するんですよ。 まあ、それはそれで面白いんだけど、あ、結局、外国に行ってもやることは下ネタしかないのね、っていうのがあって、なので、あの、もう結局、その、下ネタが面白いと思う人しか見ないという構造になっちゃうんですよ。なので、その、まあ、10話で続いてるとすると、まあ、どうせ下ネタが続くんだろうなっていうので、でその、極端な下ネタっていうので、まあ、その、うんこをするとか、おしっこの飲むとかっていう形で、今までの人がやってないような下ネタをやるっていう以外に、多分、やりようがないんだと思うんですよね。 なんで構造的な問題だと思うので、あの、あの、面白くすることは無理なんじゃないかなと思います。それはもう面白いとは言えないな。まあでもそれが面白いと思う人が世の中にはいるので、続いてるんじゃないかなと思いますけど。 えー、子供は高校1年生です。片付けできない人で、カバンの中もぐちゃぐちゃです。私も苦手でしたが、今は自分を戒めてそれなりに整理整頓ができるようになり、頭の中も優先順位が作られて生活も良くなりました。それを彼に何度も伝えてるのに聞いてくれません。どうしたらうまく伝わりますか伝えなくていいと思います。<laughs> あの、なんで伝えようとするんだろう。えっと、あの、自分はそういうふうにやったらできたというだけで、ただ、それが、あの、 こうどうやったら整理整頓できるようになるだろうっていう、整理整頓したいと思ってる人であれば、アドバイスとして聞けるんですけど、整理整頓したいと思ってない人に、こうやると整理整頓できるよって言われても、いやいや別にそんな話興味ねえしってなると思うので、その、どんなアドバイスも相手が聞く気にならなければ意味ないんですよね。あの、馬を水場に連れてっても、あの、水を飲むわけではないってことわざかなんですけど、で、いきなりあの、ドキュメンタリーの話に戻るんですけど、 あの前回、その、電波少年 W っていう番組に出たんですよね。あの、電波少年っていう、あの、松村邦弘さんと松本明子さんが、あの、首だけでて喋るっていう番組が、20年前にあったんですけど、で、その時のにプロデュースーやってた土屋ピート3人がやって、あの、わちゃわちゃ喋るってやつで、で、それに出たんですけど、で、放送が終わった後に話を土屋さんとしたんですけど、あれ、放送終わった後でも多分、違うかななんか、 えと電波少年が終わった後にあのに土屋さんとしゃべるっていうのが電波少年 W みたいなやつでやってそっちかなでわかんないですけどそのえっ、ー、と松本人差しの滑らない話っていうのがなぜ滑らないのかなぜ面白くできるのかっていうのをその,あの土屋さんが解説してくれたのがあってでそれが確かにその通りだったんですよ。あ 確かに、だから滑らないんだっていうのが分かったんですけど、で、この話を、あの、松本人さんにそのツさんを確認したわけではないんで、あの、事実とは異なるかもしれませんよって言ってたんですけど、まあ、多分正解なんですよ。なので、で、あの、 生まれて僕、この話面白かったので、あの、電波少年 W のあの問い合わせ欄とかに、あの、土屋 P にその松本人志の滑らない話がなぜ面白いのか解説をしろっていうのを、あの、ずっとフォームで送り続けると、多分喋ってくれると思うので、あの、送り続けてください。なんかあの、自分の好きだったテレビ番組を送ってくださいみたいなフォームとかあるんですけど、そんな感じのところで、あの、松本人志の滑らない話がなぜ面白い構造なのかっていう、 その構造についての説明をしてくださいっていうのを土屋さんに送るといいんじゃないかなと思います。はい。あの、辻谷さんタレントじゃなくて、あの、日テレのプロデューサーですね。はい。元。はい。なので、その要はドキュメンタリーが、そのドキュメンタルがなぜ下ネタになってしまうのかっていうのも構造の問題なんですよ。別に面白いことやってください。自由に面白いことやってくださいよっていうのをやったとしても、結果として下ネタでいかに過激な下ネタになってしまうかっていうのはもう構造上の問題で、で、 その松本人志の滑らない話がなぜ滑らないのかっていうのも実は構造上の問題なんですよ。っていうその構造をいかに作るかっていうところがその松本人志さんがやっぱ変わってるんですよね。要はそのドキュメンタリーだったり、その松本人志の滑らない話だったりとかって、その 構想で作られてるんですよ。で、あの、芸人さんとかで面白い話をしますとか、じゃあその MC でなんかあの、場を繋ぎますとかっていう人って全然いるじゃないですか。じゃあ、スマップの中井くんとかが MC うまいって言われてますけど、まあ、いろんな人の話を振って面白くするっていうのは、別に芸人さん誰でもできるんですよ。なんかあの、 極楽トンボの加藤さんとかもその MC やってますけど、で、そこの MC をするとかではなく、この番組はこういう形の構造にしますっていう、その番組の構造まで考えて作れるお笑い芸人の人って、僕見たことないんですよね。だから松本志尊さんの多分特殊性がそこで、 まあ、お笑い芸人の人って、大体その、あの、自分おもろいでしょうとか、あの、笑い、自分が笑いを取ることで幸せを感じるっていうので、プレイヤーなんですけど、松森一義さんに関しては、その、プロデューサーの視点なんですよね。あ、島田紳介さん、それ、正解。島田紳介さんも構造の人なんですよ。じゃあ、その、あの、ヘキサゴンって、<laughs> すみませんね、上、工事じゃなくて、ヘキサゴンっていう番組があったとか、 あの、じゃあ、その、なんでも鑑定団っていう番組があったりとか、その、通常だったら思いつかないような形のもので、これで興味あるでしょこうしたら面白いでしょっていう、その構造を作ることで面白い番組を作るっていう、そういうプロデューサー能力のある人なので、まあ、興味があったら、あの、辻谷さんに聞いてみてください。え、こんにちは。日本の生産性が上がってるのに所得が上がらないという謎の現象のシー因は何だと思いますかご意見聞かたいです。えっ、ー、と、生産性が上がってないが正解じゃないでしょうか。<laughs> 安在さん、コメント書き忘れ、謎のスタンプ。えー、29歳男です。5年付き合った彼女と夏に分かりました。理由は向こうに魅力を感じなくなったこと、別の人に目移りしたためです。私が体調を崩した時、その人が助けてくれたことで恋を抱き、今はその女性と追いつき合いしています。ただ、元彼女に別れ話をした際、別れたくないと泣きながら言われたことを今も思い出します。また同じ職場で毎日顔を合わせるため、傷をつけてしまった罪悪感を飲みません。えー、このことを今の彼女に知られ、傷つけてしまいました。このまま痛みを抱えて生きていくしかないんでしょうか。 <laughs> えっと、あの、僕が笑ってる理由は、あの、自分の傷のことしか考えてないという、そのサイコパスっぷりが面白いから笑いました。<laughs> まず、あの、要は、その、なんとなくその困った時に、あの、助けてくれた人に目移りしました。だから、元彼女を捨てました。でも、元彼女は職場にいて、毎日会い続けますね。多分、傷具合で言ったら、元彼女の傷具合のがめっちゃでかいんですよ。 で、元彼女の傷害を置いといて、次にその新彼女が知られて傷つけてしまった。で、その傷つけてしまったという痛み、自分、ようやくそこで自分痛みを感じたんですよ。で、その自分の痛みを抱えて生きていくし,ないしかないんでしょうかっていう、他の人に対しての傷に対しては全く気になってなくて、気になっているのは自分自身の傷っていうところが、すごいサイコパスっぽくて面白いなと思ってるんで、そういう意味であの、ありがとうございます。あの、僕こういう人好きです。はい。<laughs> で、あの、痛みを抱えて生きていくのが嫌であれば、あの、痛みを感じなくなってください。要はその、今の彼女に傷つけてしまったことで初めて傷ついたんだと思うんですけど、それは、その、今の彼女がそれを知ったからなので、知らなければ傷つかなかったんですよ。なので、嘘をつき通して、周りの人を幸せにしているように見せかけて、そうすると自分自身は傷つかないってことができるので、あの、そこら辺の,あのソシオパスっぷりを今後も頑張って、あの、生きていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。 30代後半の年齢でビルマネジメントの仕事をしています。このままだと昇進しそうなのですが、私は遅刻気があり空気が読めず偉そうに早くしてやますため、役職者には気に入られないと思います。また集中している時とそうでない時に判断力に大きな差があり、努力しても次の役職でもないと思います。年収を増やしたいため、上下水道設備指向会社の指向管理職に年収が悩んでます。アドバイスをください。えっと、あの、収入を増やしたいんだったら、昇進してください。<laughs> あの、結局、下っ端だと他の会社に行ってもそんなに年収上がんなくて、年収上げたいんだったら管理職になってくださいってなるので、 なので、あの、管理塾になれるんだったら、さっさとなった方がいいです。あと、集中してるときとそうでないときに判断力に下がれば、普通です。あの、集中してないときに判断力が正しい判断ができる人ってそんなにいないのか、ただの馬鹿です。あ、要は、その、自分の能力値が下がってることに気づかない人ってるんですよ。 例えばじゃあ、二日入れの時って判断力にぶりますよねとか、寝起きの時に判断力にぶりますよねとか、体調が悪い時に判断力にぶりますよねっていうのが、その普通の能力がある人だとわかるんですけど、バカは気づかないんですよ。なので、その判断力が下がってるっていうのがわかってる時点で、割と能力値は高いと思うんですよね。 で、あの、まあ、世間的には、僕多分、一般の人よりは能力値高いと思うんですけど、遅刻壁もあり、空気も読めずに偉そうに早口で話すっていうところは多分僕、あの、合ってると思うので、なので遅刻駅があって、空気が読めず偉そうに早口で話したとしても、あの、管理職として普通に仕事はできたりするんですよ。一応僕もその、あの、会社の役員みたいなことをやったりするので、なので別にそこはマイナスにならないと思うので、全然問題ないので、あの、さっさと昇進して、いい給料をもらえばいいんじゃないですか えー、ひろゆきさんの奥様の漫画を読みました。探偵者 MR の岡田真由美です。とても面白かったです。えっと、なんか、阪神の選手にいらっしゃいましたそういうオチじゃないのはい。えー、消防士になるのに有利な資格ってありますか救命救急士以外でスパチャ190回目です。えー、っと、レンジャーの資格は警察官じゃないと取れないのかななんでなんかあの、デカスロンとか出て、そこら辺の順位が上の方にあるとか、あとそのなんかアームレスリング大会とかそういうの出ればいいんじゃないでしょうか え、ブライダル業界で演出映像の制作会社をしています。売り上げはコロナで8割減です。リュウキさんならどう立てしますでしょうか映像は手書きのアニメーションで高20万ほどで多いときは年間300組ほど制作をしていました。えっと、まあ、あの、基本的にはもう下がる一方だと思うので、ブライダル業界から抜けた方がいいんじゃねえかなと思うんですけど、もしろブライダル業界で続けたいのであれば、あの、その、披露宴みたいなところではやらないんだけど、 写真だけ撮るみたいなとこと結構いるんですよね。要はあの、結婚式と写真は欲しいと。 なんでその写真を撮るときに、じゃあ撮影をしますよっていうので撮影して、でそこになんか CG つけますよみたいなのだったり、そしたらそのあの家族とかに配るやつをじゃあそのあのまあ結婚式はやらないんだけど、家族とか親族にはじゃあそのなんかあの結婚式場の撮影した動画を配りますみたいなときに、じゃあついでにこういうアニメーションつけますよみたいな形で、なのでその披露宴を開かない人たち向けに商品提供するって言にいった方がまだマシなんじゃないかなと思います。 22歳契約社員の男です。現在転職をし、参考体勤務で工場勤務をしているんですが、職場からのパワハラ等で2ヶ月くらい前から、食欲不心不み、涙が出たり、き気という症状が出てきました、えー。先日病院を受診したところ、適応障害と診断されました。現在の仕事を退職し、地元から離れた場所で転職し、一人暮らしをしたいと思っています。ですが、親や身内からの罵声などは見せられておられています。実在にから、障害者扱いされ、実家にいるのがとても辛いです。私のやり方と突き通すべきでしょうか。はい。 えっと、まずあの、普通に生活をしていて、あの、親や身内から罵声を浴びせられるっていう時点で、あの、ちょっと家の家族の方狂ってますよね。で、兄から障害者扱いされるし、使えるのはとても辛いです。えっと、あの、まあ、血は繋がってるのかもしれないですけど、残念ながら、あの、あなたのことを考えて、あの、生きてる方ではない人とあなた、今一緒にいらっしゃると思うので、あの、好きらば早く逃げた方が良いと思うんですよ。 で、あの、工場勤務ができるのであれば、あの、住み込み系の工場勤務って結構今職は、あの、人募集してるところが多いと思うので、あの、ま、その外国人労働者が入らない問題だったりとかもあったりするので、なのであの、住み込み系の工場の仕事を見つけて、さっさと家出ちゃった方がいいんじゃないかなと思います。すいません、ちょっと時間なのでそろそろ終わります。 えっと、消防士、ね、えっ、ー、と、4、27歳大阪在住でエンジニア歴3年目、半年前に個人事業主になったものです。えー、状況するか悩んでいます。東京の高い家賃と業界的に高い月収を考えるとどうでしょうかえー、また前職は訪問買取のトップ営業マンでした。今の仕事は何かに活かせないでしょうかえっ、ー、と、今の仕事っていうのはエンジニアのことかな で、別にあの、なんか、個人事業主になったのであれば、基本的にはリモートなので、なので別に東京に住む必要はない気もしますけどね。で、あの、営業が得意っていうのであれば、その、人に会って何かを落ち着けるっていうのは得意ってことだと思うんですけど、ただ別に東京に住む必要はないんですよね。なので、ある程度その、なんかネットでそのメールとか何とかで、それなりにあの、なんかあの、連絡を取れるようにしておいて、で、会話ができるような状態にして、じゃあ行って話をするっていうのをすればいいじゃないですか。 あめ、めったにすぐなさん。仕事なくて暇なんでこれお待ちください。あ、全然ケ、OK、ーです。てか、あの、大悟さん生放送、あ、生放送動画ならいいのか。じゃあ、あの、今度動画やりますか。はい。えっと、別にあのなな、なんか、まあ、もうでも多分大悟さん生放送しても世間的にはもうスルーされるような気がするので大丈夫な気ますけど、はい。まあ、あの、全然僕は言えるの大丈夫です。えっと、ブラック企業推奨の時代というタイトルにしたんですけど、 あの、ちょっと前にその朝日新聞の記事で僕ツイッターに書いたんですけど、なんか、群馬県のほうれん草農家の人が、あの、ベトナム人の技術実習生の人が全然来ないと。で、技術実習生の人が2人来ると収入が1000万円上がる。で、早く技術実習生の人来てほしいよね。で、技術実習生の人って残業とか文句を言わないで働いてくれるからありがたいんだよね、みたいなことを言ってたんですよ。 で、それに対して僕はあの、じゃあ年収400万円で日本人雇えばいいじゃんっていうのを書いたんですよね。で、その、なんでそれが、まあその、そうだよねっていう人と、いやいやいや農家のことを考えろよっていう人たちがいたりするんですけど、で、その、 あの、ブラック企業がどう良くないかっていうと、まあブラック企業でその技術研究生みたいな形で技術実習生か。その,あの安い時給で働かされたりサービス残業をする人がかわいそうというのは一面的にはそうなんですけど、そのブラック企業の本当に良くない部分って、ホワイト企業が損することなんですよ。まあその日本人を雇って日本人でちゃんともの、あのほうれん草を作って出荷してる農家もいるはずなんですよ。 で、その農家って、じゃあ、その技術実習生を使ったりっていう形で、その安い時給で、そのなんかあのブラックなことをやって残業代払わないみたいな会社がなくなってくれると、そのホワイトな日本人をつく、使ってほうれん草を作ってる農家がもっと売り上げが上がるんですよ。例えば、じゃあそのブラック農家とホワイト農家がありました。 で、じゃああの年間そう1億円ずつの売り上げがありますと。で、その1億円をちゃんと日本人を雇って給料払ってるホワイトホレーソ層農家と、そのあのベトナム人を安い値段でなんとか働かして1億円で売り上げ上げてるブラック農家があります。 で、ブラック農家が潰れてくれると、ホワイト農家の売り上げ2億円になるんですよ。まあ、あの、一気に増やせないから、まあ何年かかって畑を買ってとかで、ね、ちょっとずつ増えると思うんですけど、まあ、マーケット的には、あの、要は2億円の売り上げが上がる可能性があって、そうすると、じゃあ日本人をもっと、あの、多く雇えるかもしれないし、日本人の給料を高くすることもできるかもしれないですよ。なので、そのブラック的な農家っていうのを残し続けるのは、実はホワイト農家を潰す可能性があるんですよ。 要はその残業代払わなくていいような従業員がいる会社と、きちんと残業代払う会社っていうのが戦ったら、残業代払ってる会社が立ち行かなくなって借金を負って潰れる可能性があるんですよ。そうするとブラック農家だけ残りましたみたいなことになって、社会がどんどん悪くなるんですよね。なので僕としてはその普通に考えたら、その潰れりゃいいんじゃねえのって思うんですけど、残念ながら農家は潰すべきではないっていうふうに考える人と、じゃあほうれん草の値段上がっていいのかよ、お前ら。っていう人がいるんですよ。 で、僕、ほうれん草の値段上がっていいと思ってるんですよ。別にだって、今200円で買ってるほうれん草が、ほうれん草本当に食べたいんだったら300円でも買うもん。で、あの、安いほうれん草を買いたいっだなったら、現時点ではすでに、あの、缶詰のほうれん草っていうのがあるんですよ。あの、外国から輸入される。あんまり美味しくない。でもなぜ、安くほうれん草を買いたいんだったら、缶詰買って食えばと。で、その、日本で作られた美味しいほうれん草を買いたいんだったら、300円払えば。 っていうだけの話で、なので価格が上がることっていうのは、別にそれは悪いことではないと思うんですよね。で、その価格が上がるのが悪いことだ。だから、そのブラック農家みたいなところが、そのベトナム人を雇えるようにするべきだっていう方が僕は社会にとって良くないと思ってるんですけど、残念ながら僕が言ってる説明って少数派なんですよ。世間的にはその技術実習生を入れて、農業を続けて、で、その日本人が雇えない、日本人を雇わない環境を継続した方がいいっていうことになってるんですよね。 要はその技術実習生を日本人がもう受け入れることが、日本のその農家が受け入れることができませんってなると、多分その受け入れられない農家はどんどん潰れてって、で、日本人を雇ってるその農家っていうのだけが売り上げを上げて、その商品を出荷するっていうことができるようになるので、一回そのなんかほうれん草今年少ないよねとか、ほうれん草値段上がったよねっていうのになるんですけど、その後は割とちゃんといい給料をもらった日本人が幸せに生活できるっていう状況になるんですよ。 なので、その痛みっていうのを許容できるかどうかで、僕は許容した方がいいと思うんですけど、残念ながら許容しないでブラックな状況を続けるっていうのが、まあ、あの、現政権がずっと続けていることなので、今後も多分、あの、外国人自主制が入り続けるってことになるので、やっぱりそのブラック企業を推奨しちゃってるんだよね、日本はっていうことだと思うんですよね。なので、あの、ま、残念ですけど、あの、皆さんの住んでる社会はあの、ブラック企業を推奨するっていうので、で、あの、例えば、フランスとかだと、 あの、スタッフに給料を払わないと警察来るんですよね。要はあの、給料を払わないというのは違法行為なんですよ。なので、残業代を払えませんでした。残業代もらってないですって言って、経営者が払わなかったら警察来るんですよね。だから要はあの、説刀して1000円取ったら捕まるじゃないですか、警察に。で、コンビニで1000円の商品取りましたって言ったら警察来ますよね。で、あの、なんかじゃあ、その、日給1万円払いますって言って、9000円しか払えませんでした。1000円払ってません。 で、それ捕まるでしょ当然。だって1000円の、その払うっていうのを払ってないんだから。で、それ1000円盗んでるので一緒じゃん。っていう、まあアメリカもそうなんですけど、で、しごく当たり前のルールが、日本はなぜか残業代に関しては経営者が盗んでもいいっていうルールになってるんですよ。法律上はその経営者が残業代盗んじゃいけないってことになってるんですけど、残念ながら経営者が その従業員の残業代を盗んだとしても捕まえないし問題にしないっていうその法律の文面で書いてあることと実際の社会で通用してるルールが違うんですよ。で社会で通用してるルールは経営者残業代盗み放題。でそれに対してみんな文句言わないし当たり前だと思ってるっていう社会で僕はそれ良くないと思うんですけどでもあの日本ってその多数決で物事を決めるので 51%以上の人がそれが正しいと思ってるのであれば、まあそれが正しい社会なんですよ。なので、あの、じゃあ日本ってどうなのっていうと、も、ま、う、あ、ブラック企業を推奨してる社会なんじゃないかなと思ったので。なので、あの、もしこれが間違ってる、そんなことないよ、残業代を払ってない人が捕まった例あるよっていうので、あればそのサービス残業の、あの、をなんかその強要するみたいな会社っていうのが絶滅してるはずなんですけど、残念ながらその、ちゃんと払ってるホワイト企業ももちろんありますけど、ブラック企業っていうのが社会にいて、 で、その経営者が逮捕されずに、ノ々と暮らしてるっていうのが。なので、なんか犯罪者がノ々と暮らしてるの、なんか何の問題もないっていうのと、まあ、しょうがないですよね。でも、それがその、だから、要は、あの、奴隷制って良くないよねって、今の価値観でいくとみんな奴隷って良くないよってなるんですけど、だから、なんかその、あの、なんかウィグル良くないよねって言うんですけど、でも日本もその、技術研究生みたいな人っていう奴隷のような、 なんかあの扱いをしてて残業代払わないみたいなのがあってもみんな気にしてないっていうのがあるのでやっぱりなんか日本の多数派って奴隷をある程度許容してるのかなって気がするんですよねというところでちょっとバタバタしてますけど今日は終わりにしたいと思いますはいすいませんじゃあお疲れ様です